山本明音とは、地方競馬の名古屋競馬場の今津博幸厩舎に所属していた元騎手である。地方競馬共用センター騎手家庭第82期生。好きな騎乗方法は先行。神奈川県立横浜水嵐高等学校を卒業後、2005年9月29日付で地方競馬騎士免許を取得し、原口嗣ぐ厩舎からデビュー。 新人騎手ながら2005年11月に、荒尾競馬場で行われた全日本レディース、招待競争で3位になるなどの活躍を見せ、2006年11月から2007年1月に、荒尾競馬場、高知競馬場、名古屋競馬場で開催された、レディースジョッキーズシリーズ2006荒尾ラ,ラウンド、名古屋ラウンドで1位を獲得し、同シリーズ総合優勝を果たした。2006年3月8日、 笠松競馬第3競争で勝利し、エイを除く日本の女性騎手としてはデビューから最短で通算30勝を達成。従来の記録を大幅に縮めるものであった。同年6月22日には、名古屋競馬第8競争で通算50勝。翌2007年3月7日の名古屋競馬第8競争において通算100勝を達成し、女性騎手の記録を更新した。 2007年5月28日、原口つ夫お者社から川西武市9社に所属変更した。2007年10月、セクハラ訴訟を起こし話題となったが、裁判前に訴訟を取り下げた。レディースジョッキーズシリーズ2007では、浦和ラ,ラウンドを病気を理由に欠場したが、2008年1月に復帰した。2008年3月からニュージーランドに遠征。 当初は3ヶ月の予定だったが引き続き滞在して、トライアルレースでの起乗を重ね、2009年4月にニュージーランドの騎士免許を取得した。ランス・アンソニー・オサリバン9社に所属し、4月4日よりニュージーランドのレースでの起乗を開始し、13戦2勝の成績を収めた。2009年6月に帰国し、7月1日の名古屋競馬第7競争から起乗を再開した。 2010年5月10日、川西武志級者から今津広幸級者に所属変更した。同年ゴールドウィング賞を三崎ティンバーにて制止重賞初勝利を記録。2011年6月20日から半年間の予定で、富山喜び南競馬場で期間限定騎乗を行っている。2012年11月2日の名古屋競馬にあるに騎乗する前に馬に、 アドックで顔面を蹴られて、失明の危機に陥るほどの大怪我を負い、その後はレースで帰場していなかった。地方競馬全国協会の免許試験で、騎手免許の継続が認められなかったために、2015年12月31日付で、騎手免許が失効。2007年10月、以前所属していた原口つぐ調教師からたびたび抱きつかれたり、調教師自ら全裸になった後に、 俺はお前に全部を見せることができる。お前も包み隠さずに見せてみろなどと言って、全裸になるように強要されたりといった悪質なハラスメント行為を受けたとして、この調教師に損害賠償を求め、名古屋地裁に提訴した。原口は自ら全裸になったのは認めつつも、これは性的な意味はなく、説教のためであり、山本が弟子入りしてからの行動の積み重ねも原因であるとの、 コメントを行っている。原口は新人の山本に対し実力場に積極的に起乗させるなど異例とも言えるバックアップをしてきたが5月11日に指示に従わないとして山本との契約解除を発表していた。その後山本が所属した旧社の川西、武市長教師は裸になって話すようなしきたりは名古屋にはないとコメントしている。 しかし裁判がスタートする前の10月24日に、時間と労力を訴訟ではなく、馬に乗ることに使いたいとコメントし、訴訟を取り下げることとなった。弁護士によれば本人は未だセクハラを受けた気持ちではあるが、騒ぎが大きくなりすぎたのも一因だという。ありがとうございます。